ね、次ね、こちらの先輩見ていこうと思います。はい、何あのね、明らかにね、今から料理をするとは思えないね、映像なんだけど、見た目なんだけど、料理できないんで寿司になりました。中二病か何かかな。ね、何をしているんだい。なぜ外へ出た。寿司を作れ。料理できないんで寿司になりましたと。中二病でも寿司なんかならないから。じゃあね、ちょっと見てみようかな。いや、怖いな、ほんとに。怖いわ、マジで。ちょっと何言ってるかわかんない。やだ。あ、悲しげな BGM が。あれ？どうした？いきなり脱いでどうしたんだ？わあ！何？マスク？あ、マスクは大事。二重マスク。あー、なんだ。そんな。誰だよお前。なんだこれ。ネギトロか。全く想像できなかった。なりませんかって言って、それで相手の方もさ、断れるわけもなくさ、一緒に行ってさ、初対面でさ、ちょっとさ、おどおどしながら、あ、今日はよろしくお願い、あ、今日は寿司よろしくお願いします、あ、一緒にいい寿司になりましょうねとか言って、俺たち何してんだろうみたいな、そういう虚しい気持ちになったことでしょう。お疲れ様です。はい。あ、寿司になってくれたね、先輩もいるんだね。なんとね、寿司にされちゃったんだよね、私も。自分で知らない間にね、寿司にされてしまったんですね。こちらですね、私もね、遊ばれてしまいました。こういう